はい、こんにちは。次に紹介する漫画は、この、人魚の傷っていう、あの、高橋留美子の作品ですね。まあ、この作品は、あの、まあ、人魚の森に続く、あの、まあ、第2弾なんですけど、まあ、こ,こ、この漫画に出てくる主人公、あの、ゆうたっていう主人公がいるんですけど、 この死んでる男の人ですね。まあ、この男の人は、あの、500年前に、あの、人魚の肉を食べて、不老不死になったんですよ。で、500年も生きてるんですけど、ただ、人魚の肉って、あの、誰が食べても不老不死になるわけじゃなくて、大概は、あの、急激な体の変化に耐えきれずに、死んでしまうか、こんな風に、あの、化け物になっちゃうんですね。で、化け物になって、ま、人を襲う、人を襲うようになるんですけど、あの、 ここに出てくる夢の終わりのこの化け物は、基本化け物なんですけど、時々人間の意識を取り戻して、取り戻すんですよ。姿は化け物のまんまなんですけど、で、その状態でこ、のこの時点ではこの女の人生きてたんで、この人と一緒にしばらく、ちょっと暮らしてなんか話して人間らしさを取り戻すっていうところ取り戻していくんですけど、やっぱりどうしてもあの この化け物の本性を出して人を襲ったりすることがあって結局退治されちゃうんですよ。で、退治されて死ぬ間際に最後にマナの名前を読んで、死ぬ前に人間に戻ることができたんだなっていうことで、まあ、ハッピーエンドか物悲しいかわからない、まあ、悪夢は終わったって言って終わるんですけど、この話は結構あの、まあ、面白いんですよ。で、 結構あの、この話ってあの、まあ、物柄、物しい終わり方する話が多いんですけど、でも、引き付けられる良さがあるんですね。まあ、この人魚の森勝ったのは、まあ、ランマ2分の1が面白かったんで、ギャグを期待して勝ったんですけど、めちゃくちゃシリアスなんですね。でも、面白くて、まあ、ランマ2分の1よりも読んでる回数、はるかに多いです。 で、この次に、1990年の、あの、週刊少年サンデー、45号と46号で連載された、約束の明日っていう話なんですけど、まあ、これは、あの、ないさんっていう、まあ、まあ、女の人、この女の人と、まあ、あの、まあ、駆け落ち、 結ナエさんは約束したと思ってるんですけど、ユータは断ってるんですけど、あの、誰かが、あの、ユータなふりをして、この人を呼び出して、もう殺しちゃうんですよ。でも、あの、人魚の灰をかけることによって、一応、生き返ることができるんですけど、ただ、生き返っても、あの、なんか、あっきのごとく、人を殺すようになっちゃうんですね。で、このナエさんも、もう、やっぱり人殺したりとか、まあ、するようになってたんですけど、最後に、ユータに会ったことで、あの、記憶を取り戻して、あの、まあ、 まあ、人魚の灰の効き目が消えて、あの、死んでいくんですけど、まあ、それでもこれ、あなかなかもの、いい終わり方して、あまあ、いい終わり方してるんですけど、まあ、やっぱこのシリーズ、ランマリ分の人と違って、物悲しい終わり方が多いんですけど、それでも、まあ、本当に面白いんですね。で、次に、この人魚の傷っていう本なんですけど、まあ、ここでは、まあ、あの、この子供、 この子も人魚の肉を食べて800年間生きてるんですけど、子供だからどうしても保護者が欲しいということで、あの、いろんな人に人魚の肉を食べさせて、大概はなり損ないなって、あな,な,なりこないになるか、急液の変化に、あの、耐えきれず死んでしまうか、するんですけど、あの、なんとか、あの、 そう、もう、800年も生きてて、あの、まあ、初めてなんかその人魚の肉の体質にあったのか、まあ、不老不死みたいになった人がいたんですけど、それでもやっぱりあの、50年、60年とするうちに、だんだん人魚の肉の効果が消えて、傷の治りが遅くなって、な遅くなってきて、あ、な,なってきて、代わりが欲しいって言って、この、マナーを、 取り込むために、ユータを殺そうとして、まあ、二人が戦う話なんですけど、まあ、この話は結局、あの、この800年生きた、まあ、男の子、男の子を取り逃がしてしまって、まあ、追っかけようというところで終わるんですけど、まあ、この話も、でも、この男も、あの、800年生きて、もうなんか、ジョーなんかなくしたって言っておきながら、結構、あの、ところどころ、ジョーを見せるところがあって、その辺もなかなかグッと、まあ、引きつけられる話ですね。 で、その次に出されたのが、あの、シャリ姫っていう話なんですけど、もう一個紹介するのは、この、1992年の週刊少,少年サンデー6月増刊号に書かれた、あの、シャリ姫っていう話なんですけど、まあ、この話は、あの、 人魚の肉を食べたっていうよりは、この、お坊さんが使って蘇らした女の子。まあ、シャリ姫ですね。まあ、あの、半言の秘術っていうのをう、いう、なんか寺に、あの、まあ、実があるんですけど、この実を使うことによって死んだ人を蘇らすことができると。まあ、骨に悲壮を塗り、イチゴと箱びの葉をもみ合わせ、人と血を焚き、そして、あの、骨、あの、骨は娘として蘇った。 ってなってますけど、あのこういうことすあしてもあのすぐあのまあ、なんか。また骨に戻って死んじゃうそうなんですよ。ところが、この娘はその言える肝にあ肝をあのにあ人間とか動物じゃなくて。人魚の肝を使ったんですよ。それそのおかげで何十年も生きてるんですけど、あのやっぱりなんか犬や猫を捕まえたり、あ挙句は育成倒れたものを襲って生き物を食ら,らう。ああ。 っていう、ああいう状態なんで、このお坊さんは再び骨に戻したいと言って、なんか、雄、ま、太、あ、に協力求めるんですね。で、雄太もまあ最初はそれに協力し,しようとしてたんですけど、まあ、1週間目であの、この娘が、あの、なんか、未来のことを考えてることを知って、このお坊さんから、あの、逃がそうとするんですけど、結局、あの、まあ、逃がすことができずに、まあ、この娘は骨に帰っていくんですね。 で、あの、まあ、このお坊さんが、あの、供養、供養、供養させてくれって言うけどあ、夏目の供養は俺がすると言って、あの、結局、まあ、その供養を断って、そのまま、あの、また、うたは一人旅に出つっていう話なんですけど、この時点でちなみにうたは120歳なんで、まあ、だいたい380年前の話だから、ちょうど、 あの、まあ、え、ちょうど江戸時代入ったぐらいですね。だからまあ、あの、この、夏目こと、シャリ姫は、あの、そういう大道芸みたいなことをして、まあ、食べていってたっていう、まあ、わけでもあるんですけど、まあ、この本、も、ま、う、あ、本当に面白いですね。僕、高橋留美子の作品結構好きなんですけど、その中で一番好きなのは多分この、まあ、人魚の傷、人魚の森。 そして、あの、夜叉の瞳ですね。まあ、順番的には人魚の森、人魚の傷、夜叉の瞳っていう順番なんですけど。